フェリックス・マルティン・ユリウス・シュタイナーは、ドイツの軍人、新英隊大将、東プロイセンのシュタルペーネン生まれ。1914年3月、陸軍西岸シティルジットの不評第41、本部イエン連隊に、士官候補生として配属される。その年に勃発した第一次世界大戦に従軍。1914年11月、東部戦線での戦闘で重傷を追い抗争される。 1915年1月、少尉に任官。1918年まで西部戦線、東部戦線の各戦地で従軍し、1918年10月に中尉に昇進。終戦後の1919 19年、東プロイ戦で義勇軍に加入。1921年、軍に採用されるが、ヒトラー内閣が成立した1933年に、 少佐を最後に退役。同年な地頭に入党し、突撃隊に入隊、教育部長に就任し、突撃隊を第二国軍とするための軍事協連の教書を編名で、各。1935年、新英隊に転じる。1936年7月1日、新英隊大佐として、新設の新英隊特務部隊、ドイチュラント連隊指揮官に任命される。 同年10月、バート・テルツの親英大使館学校教官に就任。カッシウス・ポン・モンティングニー男爵と共に、武装親英隊の戦術教官を務める。1938年、ドイツラント連隊を率いて、図定点新中に従事。第二次世界大戦が始まると、同連隊を率いて、ポーランド進行、西方電撃戦に従軍。 選考により1940年8月、騎士鉄十字章を受章し、11月には新英隊将章に昇進。12月、第 5SS 装甲師団、B キング師団長に補えされる。独祖戦が始まると、B キングを率いて従軍。シュタイガーの指揮の下、ビ B キングは東部戦線の各地で、 多くの戦果を挙げ、その選考によりシュタイナーは1942年1月、新英大中将に昇進した。同年12月23日、白洋付騎士鉄十字章を受章した。1943年3月、第 3SS 総合軍団司令官に就任。1943年4月、同軍団を率いて、ユーゴスラビアでのパルチザン戦に従事。 1943年10月、病気のため司令官を辞す。1944年8月、ナルバの戦いの先行により、剣付白用騎士鉄十字章を受章。健康が回復したためポンメルンの第 11SS 装甲軍司令官に就任。1945年2月、ゾンネン弁で作戦を指揮。同年3月、ベルリン北方を防衛する。 シュタイナー軍集団司令官に任命されるが、軍集団とは名ばかりの書類上の存在だった。同年4月、ソ連軍はベルリン東方のゼロコーチを防衛する第9軍を撃破し、ベルリンに迫っていた。戦況はさらに悪化しやがて4月20日に、ソ連軍はベルリンの包囲を開始する。4月21日、ヒトラーはシュタイナーにベルリン周辺のソ連軍を 北方から攻撃し撃退するように命じた。しかし、シュタイナー軍集団の予備軍は、重火器をほとんど保有していない、不評大隊のみであり、その他の部隊はすでに前線で、ソ連軍と交戦中だったため、シュタイナーは戦力不足を理由に攻撃命令を実行しなかった。このため命令不服従の角で4月27日に、司令官を解任された。5月3日、 エルベ川でアメリカ軍の捕虜となる。ニュルンベルク裁判では人道に対する罪などで戦争犯罪人として裁かれた。1948年に釈放される。戦後は嫌われ者の軍隊、義勇兵などの著作や第二次世界大戦を舞台とした小説を書いた。戦後シュタイナーは武装親衛隊についてナチ党や親衛隊とは独立した。 普通の軍隊であったことを一貫して主張した。曰く武装親衛隊は軍事組織であったにもかかわらず、ナチズムの犯罪行為に結びつけられて語られる嫌われ者の軍隊であると。確かに戦争中、シュタイナー、パウルハウサー、ビルヘルム・ビットリヒラは親衛隊やハインリヒ・ヒムラーの支配から距離を置こうと試みていた。しかし一方で、 武装親衛隊の士官学校では、ナチズムの思想教育が行われており、国軍であるドイツ国防軍に比べ政治色が強い軍隊であった。またシュタイナーは、武装親衛隊が上層部に命じられ数多くの戦争犯罪に手を染めていた軍隊であったことには、触れなかった。1951年には、夫を組むや、ハウサーラと、旧武装親衛隊員互助教会設立に関わる。 団体の幹部として活動し、戦後のドイツ社会で、肩身の狭い思いをしていた元武装親衛隊員の生活保障と名誉回復のために尽くした。1966年5月12日、ミュンヘンにて死去。シュタイナーは、パウルハウサーと並んで、武装親衛隊の育成に貢献した人物である。武装親衛隊は、早くから構想されていたが、 軍事力としての親衛隊の育成が始まったのは、ナチ政権成立後である。親衛隊は、基本的には、ヒトラー個人の私兵という政治的軍隊であった。しかし、シュタイナーは、ライプシュタンダルテ・ SS ・アドルフ・ヒトラーには、会議的で、ミュンヘンでの親衛隊会合の席上、ヨーゼフ・リートリヒの目の前で、ルザは行々しいものだ。 しかし相当がその配下の金髪の神々の連中の能力のなさに気がついたらクビになるだろうさと罵倒している。シュタイナーは新衛隊を武装組織に変える訓練ができた新衛隊では数少ないプロの元軍人だった。伝統的なプロイセン参謀本部の流れを組む同僚のハウサーが保守的な軍事思想を持っていたのに対しシュタイナーは 第一次世界大戦における自身の前線での経験からより革新的で新しい手法を多数考案し武装親衛隊をより洗練されたエリート部隊にしようと試みた。特に突撃部隊による浸透戦術を用いた機動戦を重視した。そのためドイツ国防軍のような集団強練ではなく個人の肉体鍛錬を目的としたスポーツ訓練を重視した。 他にもシュタイナーは、実弾訓練の実施、迷彩服の導入などの前衛的な試みを数多く言った。ありがとうございます。